はい、こんにちは、ともです。ではドラゴンクエスト1実況中継パート2やっていきたいと思います。と竜王の城に渡るために、必要なアイテム虹の雫というのがあるんですけれども、それを手に入れるために、今まで雨雲の杖、太陽の石を手に入れてきました。で残り、もう一つ、ロトの印を手に入れるために今、ずっとアルフガードの世界をこうずっと歩いてきて南の方に来たんですけれども、この砂漠の中にあるこの町、ドムドーラという町なんですけれども、とここには実はロトの鎧があります。ここはもう廃墟となっている町なんですけれども、とただそのロトの鎧を手に入れるためには、悪魔の騎士だったかな、とそれを倒さなければいけません。と今のこのレベル18でも多分倒せるんじゃないかなと思うんですけれども、より確実に倒せるために、これから最も強い装備が手に入るメルキドの町に向かいたいと思います。本当メルキドの町に行くのはね、結構強い敵がたくさん出てくるんですけれども、レベル18までさすがに上がればだいたい2ターンぐらいであれば倒せます。ただこっちのね、受けるダメージもそれなりに大きいので、回復しないで連戦っていうのはちょっときついかなっていう感じですね。でここずーっと、あ、めっちゃ走れば倒せるかな。あー、きついかな。あ、やりましたね。なかなか会心の一撃、運が良かったです。なかなかね、あのドラゴンクエスト8とか他に出てからのメタル斬りとかそういう風なのはないのでね、本当会心の一撃が出ると出ないじゃん、もう全然このドラゴンクエストはメタルスライムを倒せるか倒せないかっていうのがかかってきますからね。今のはかなり運が良かったと思います。でちょっとね、70ちょっと減ったんで、ね、ちょっと回復させて、でここの毒の沼地を渡って下に行くとメルキドの町があります。で、あ、レベル上がりましたね。レベル19、トモはレベル19で上がった。力2ポイント、蕎麦屋さん2ポイント、身の守り1ポイント、最大1ポイント14ポイント、マジックポイントが6ポイント、あ、ベギラマ呪文覚えました。これで多分全部の呪文レベル19でとりあえず全部覚えたんじゃないかな。そうですね。でここの城塞都市メルキドと言われてるんですけれども、とここに入るとき、最初に来るときはここにゴーレムが現れます。このゴーレムを倒さないと中には入れません。ただこのゴーレム、最初の頃マイラの村だったかなに手に入れた妖精の笛を手に使うと眠らせることができます。なので、それを使うと結構楽に倒せます。こういうふうにゴーレムが眠りました。なのでだいぶこれでね、眠らせて攻撃ってやるとだいぶ楽に倒せます。ちょっとね、笛を最初から最後まで聞かないといけないっていうのがちょっと時間かかっちゃうんですけれども、まあ確実に勝つためには仕方がないですね。結構受けると30何ポイントなので、ね、かなりだから少しでもちょっと危ないなと思ったら回復させて、ヒットポイントがね、確かゴーレムが150ぐらいあったと思うんで、それ近く至るまではもうこの妖精の笛で確実に、あともう少しで倒せるって言ったらもう攻撃連続でやっていってもいいかなと思います。
はい、なんとかね、やっつけられました。トロフィー獲得、ミルキドの守護者。はい、これで中に入ることができます。次からね、ゴーレムは出てこないので。はい、で、まず、武器屋。あー、ここは安いのだね。地下だったかな？どうだったかな？だいぶ忘れてますね。地下じゃなくて、どうだっけな？はい、武器屋探してるとき、そういえばここに、なんか、ロトの印をどこにあるかっていう情報が教えてくれるおじいさんかながいましたね。勇者のために祈りましょう。光がいつもそなたと共にありますように。行きなされ、そして探すのです。ダダトームの城まで北に70、西に40を刻むその場所。ここの場所に行って、調べるをするとロトの印が手に入ります。で、この北に70、西に40というのが何でわかるかというと、王女の愛を使うと、教えてくれるので、それで、探すことになります。確かね、そうだったはずです。ドラクエ1の最初のファミコンの時の感じですからね。ちょっと、うる覚えですけど、確かそれでよかったと思います。あ、ありました。地下じゃなかったな。あれ、なんか違うドラクエと間違えてたかな。一応この炎の剣、三鏡の盾、これがね、多分売ってる中では一番強いんじゃないですかね。この通り攻撃力も、8アップ。で、三鏡の盾、守備力は10アップするんで、これを買って、そして、ロトの鎧とか、ロトの印を取りに行きたいと思います。あー、そうだ。持ち物がいっぱいでした。じゃあちょっと整頓します。はい、道具整理しました。これで買えると思います。はい、はい、これで、はい、炎の剣、三鏡の盾、魔法の鎧っていう感じですね。で、この後ここで武器手に入れたのでね、あとロトの印の情報も手に入れたので、まずはロトの鎧を手に入れに、ちょっとね、悪魔の騎士のところに行きたいと思います。はい、廃墟となったドムドーラの町にやってきました。ここでね、右奥だったかな、そこにね、光るところがあるので、あー、そこ光ってますね。そこにロトの鎧があるんですけれども、行こうとすると悪魔の騎士がいて、それと戦いになります。ちょっと先にキラーリカント出てきちゃったんですけどね。一応全開にしといて、はい、来ましたね。これを倒すと、ロトの鎧が手に入ります。あー、ラニホー、やばい、やばかったですね。またかちょっと運がないな。なんかさっきと同じっていう感じ。魔法トーン唱えてもいいかな。まあ一応、はい、なんとか倒しましたね。まあさすがにレベル19なんでね、ちょっとラリー砲がちょっと効きすぎっていう気もしなくもないですが、なんとか倒すことができました。トモは自分の足元を調べた。なんとロトの鎧を見つけた。はい、ロトの鎧、このドラゴエ1では最強の鎧ですね。トロフィーを獲得した伝説の鎧。強さ、守備力今ちょうど100ですけれども、ロトの鎧、装備、
守備力104。ああ、でも魔法の鎧と4つしか違わないんですね。そのもんだったのかな。でもまあ、ロトの鎧はね、体力回復したり、あとこういう風に、ドクドの町に行ってもダメージを受けないっていう、あれがあるので。まあやっぱり、まあ、ロトの鎧は必要ですかね。これから取りに行くロトの印はドクドの町の中にあるので、このロトの鎧があると、もう全然ダメージが受けないので、かなり探索は楽ですね。では、ロトの印を取りに行きたいと思います。はい、では、ロトの印のあるところにやってきました。こうやってもここのメガネ型のドクドの町の広いのがあるんですけれども、ここの確か右側、そちらの真ん中あたりに、ロトの印があったはずです。よいしょ。あ、はい。トムは自分の足元を調べた。なんとロトの印を見つけた。トロフィー勇者の証。ここで、ね、なんかファミコン版だと多分ね、こういうビックリバークみたいなのが出なかったので、本当に一歩一歩こう確かめてたっていう記憶があるんですけど。こういう風に出てくる、びっくりマークとか出てくると楽ですね。はい。では、これで、3つのアイテム揃ったので、聖なる祠に行けば虹の雫が手に入るだったかな。と、次はその聖なる祠に、向かいたいと思います。はい。聖なる祠にやってきました。聖なる祠は、リムルダールのさらに南、下の方になります。こういう風に岩山に囲まれた、祠になります。偉大なる勇者ロトの血を引く者よ、今こそ雨と太陽が合わさる時じゃ。さあ、雨雲の杖と太陽の石を。トモヤは神官に雨雲の杖と太陽の石を手渡した。おお神よ、この聖なる祭壇に雨と太陽を捧げます。さあ、祭壇に進み、虹の雫を持って行くがよい。なんと、虹の雫を見つけた。友よ、ここにはもう用はないはず。さあ、行くのじゃ。それをどこで使うとかという説明はなかったのかな？そうね。ないみたいですね。では。まあね、ドラクエ1、ファミコンでも同じでしょうから、やってる場所は、使う場所はね、分かってますので、じゃあそこの場所へ向かいたいと思います。はい、虹の雫使う場所にやってきました。さっきの聖なる祠から北に向かって、リムルダールの町を過ぎて、北西、この竜王の城に近い、ここの先端と言いましょうか。ここですね。ここで、虹の雫を使う。まあ、これはさすがにね、ファミコン版と同じでしょうから。トモは虹の雫を天にかざした。はい、これで橋ができました。これで竜王の城まで行くことができます。いよいよ最終決戦となるんですけれども、竜王の城には確かロトの剣があったはずなので、まあそれを竜王の城を探索しながら、ロトの剣を見つけて、最後、竜王との戦いになります。はい、では竜王の城へ行きましょう。竜王の城に入ると、この真ん中、さっきもちょっと見えたんですけれども、玉座の裏、ここに光る
光ってるのは悪魔ですね。そこを調べると地下に行って、さらにその奥に行くと竜王がいるということになります。なんと階段を見つけた。よいしょ。はい、竜王の城探索しているんですけれども、一旦下まで下がってこう上に登ってくると、ここの宝箱になんとロトの剣を見つけた。でトロフィー伝説の剣、これで最強の武器防具が手に入りました。これであとはもう竜王を目指すのみですね。はい、いよいよ最下層にやってきました。右に竜王がいますね。このストーンはね、結構体力もあるし攻撃力も強いし、結構戦うとダメージを受けるんですけど、だいぶねレベルが上げたんで楽に勝てるようにはなってきました。よくぞ来た友よ。わしが王の中の王、竜王である。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。もしわしの味方になれば世界の半分を友にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。ここでね、はいって言うと、ドラゴンクエストビルダーズの世界になっちゃうんですけどね。一応ここはやっぱりいいえ。どうした、世界の半分を欲しくはないのか。悪い話ではあるまい。いいえ。ではどうしてもこの場所を倒すというのだな。愚か者め、思い知るがよい。竜王懐かしい。さあ果たして倒せるか。さすがにレベル、なんとか倒しましたね。レベル26になってるので、だいぶそれなりに楽というか、それでもやっぱり結構強いですよね。竜王、竜王の姿が次第に薄れていく。なんと竜王が正体を現した。懐かしい。この音楽懐かしいな。さすがに正体を表すと攻撃力は結構強いですね。激しい炎が一番ダメージを受けるみたいですね。多分そんなにはさすがに苦労しなくても倒せるんじゃないかなとは思うんですけど、竜王をやっつけた。やりました。世界の半分なんていらない。友は光の玉を竜王の手から取り戻した。光の玉をかざすとまばゆいばかりの光が辺りにあふれ出す。世界に平和が戻ったのだ。ちゃんと花、毒の沼地だったのが花になってます。咲いてますね。ではお城へ戻りましょう。
ついに竜王を倒されたのですね。わかりますとも。見てください、この世界の清々しさを。これは世界に再び平和が戻った証。ありがとうございました。お兄ちゃんがあの竜王をやっつけたんだよね。すごいやすごいや。ありがとうございました。おかげでこれからは安心して遠くの町にも商売に行きます。このおじいさんなんか言うの変わったかな。すべては古い言い伝えのままじゃった。世界が闇に包まれるとき、再びロトの勇者現れん。友よ、そなたこそ誠のロトの勇者じゃ。まさかあの竜王を倒してしまうお方がいたとは。あなたこそ誠の勇者です。あなた様のおかげで平和が戻りました。どうもありがとうございました。さあ早く王様のもとへ。あとは勇者ロト万歳、勇者とも万歳。同じかな。もう目の前に王様がいるんですけど見てください、竜王の島の上の空があんなに澄み渡って。本当にどうもありがとうございました。無視して上これともどこへ行こうというのすいません。おお友、すべては古い言い伝えのままであった。すなわちそなたこそは勇者ロトの血を引く者。そなたこそこの世界を治めるにふさわしいお方なのじゃ。どうじゃ、このわしに代わってこの国を治めてくれるな。しかしあなたは言いました。はいはいって言ってね、はいって。いいえ、もし私の治める国があるならそれは私自身で探したいのです。そうか、そういうことならもう止めまい。友よ、気をつけて旅立つのじゃぞ。待ってくださいませ。そのあなたのためにローラもお供しとうございます。このローラも連れてってくださいませ、ね、これいいえってやってるとどうなったのこれ、まあ、とりあえずはいにします。嬉しいございます。さあ友の新しい旅立ちじゃ。やっぱりお姫様だっこだ。エンディング。でも懐かしかったですね。でもファミコンでやった時もっと時間かかってたような記憶があるんですけどね。結構今やっちゃうと結構すぐ、そんなね10時間とかかかるわけではないので、まあこんな感じだったのかなーっていう感じですけど、なんか昔は本当に何日間もなんか遊んでたような記憶があるんですけどね。まあでも本当懐かしかったですね。それでこの時の勇者友が、ローラ姫と旅立って、見つけた大陸で、その100年後だったかな、それがドラゴンクエスト2の世界なので舞台なんですよね。ちょっとねしばらくこのエンディングの曲とかをちょっとね聴いていたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。ドラゴンクエスト1一応クリア
しました。いや本当、まあ何回も言いますけど懐かしいなっていうのと、あとやっぱり曲がいいなっていうのを改めて感じました。で、この次が、まあ、ドラゴンクエスト2、ドラゴンクエスト3はこの1の前の物語っていうことなんですけれども、まあこう1をクリアすると、まあ、2もやっていきたいなっていう気はしますけれども、まあ、ちょっとどうするか、まあ、考えてから、ね、やるかやらないかちょっと決めたいと思います。では最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。それで